大阪環状線だと山手線のような列車の運行は都合が悪い、そんな事情があると言われています。どういう意味なのか適当に解説します。早速見ていきましょう。大阪環状線、首都圏目線ですと大阪バージョン山手線といったイメージかもしれません。実際のところ、市内をぐるぐる走る電車ですね。しかしながら、すべての電車がぐるぐる走るわけではありません。山手線の場合は、例外なく全列車、環状運転を行っています。大阪の場合、環状運転は全体の3分の1くらいにとどまっています。残りは、どっか別の世界に行く感じですね。というわけで。おーい、なんで東京の山手線みたいに全部ぐるぐるしないんだよ。マックとマクドの違いがあるからか？関係ないですね。地理的な理由があるようです。山手線は、東京駅のほか、上野、品川など新幹線の駅、副都心といわれる池袋、新宿、渋谷をカバーしています。いずれも、多くの人が集まるスポットです。東京の代表的なところでもあります。全線にわたって乗る人が多いようです。ガラガラの区間が少ないわけですね。一方の大阪の場合だと。全部ぐるぐる流す必要なくね。しかも東西で格差社会になっているぞ。意味不明な表現になっていますが、ここも適当に説明します。都心といえるところは、環状線の内側にあります。環状線沿線に集中している感じではないのです。よって、5分間隔でぐるぐる走ると過剰とのことです。しかも、エリアによって乗る人の格差が大きい路線でもあります。東側を見ると、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか。首都圏目線だとこうなるかもしれません。エレベーター付きのお城に行くぞー。でもリアルのお城に登りたいから、彦根城にでも行こうかな。確かにエレベーターがついていますね。まあ、この辺はしかとします。環状線の東半分は、京橋、鶴橋など私鉄とのジャンクションがあります。副都心みたいなところもあるため、利用者は多めです。一方、西側半分は少なめとなっています。最近は増加傾向ですが、昔はもっと少なかったようです。閑散とした街並みが広がっていました。ここで、山手線とは違った作戦が立てられている感じです。青色の JR 西日本。西側はそう多くないから、快速を走らせるぞー。環状運転の電車は少なくても賄い切れているようです。そこで、JR 西日本、郊外の路線へ乗り入れる快速を走らせています。阪和線、大和路線直通の電車です。さらに、関西空港や和歌山方面へ行き来する特急も西側半分のみで走っています。ただ、こんな疑問が出てくるかもしれません。おーい、なんで快速が出てくるんだよ。ちょっと本数少めの山手線でよくねー。現在の大阪環状線直通の快速は、天王寺駅より一周回って、阪和線もしくは大和路線に入るルートとなっています。仮にこれらが消えた場合、大和路線は JR 難波駅、阪和線は天王寺駅発着となります。となると、こんなデメリットが出てきます。梅田に行くのが不便になるんですけど。直通運転の最大の目的は大阪駅へのアクセスです。天王寺駅もしくは JR 難波駅までだと乗り換えがマストとなります。梅田地区へ行き来するには不便ですね。そんな快速ですが、大阪環状線の区間に関しては、西側半分のみにて通過駅があります。利用者数が少ない駅は通過としている形です。一方、乗客が多い東半分は各駅停車です。要するにこんな感じです。人が少ない西側を使って大阪駅までスピード重視しつつ、東側はローカル向けとして走らせるぞー。和歌山、奈良方面と大阪駅を行き来する人向けの快速電車として、西側の区間を使いつつ、東側では環状運転する電車では足りない分を補っている感じです。環状運転する電車は、基本的に15分に1本です。需要が大きい東側では足りません。郊外直通の快速を入れることで、東側は5分間隔で電車がやってくる形ができています。なお、JR 西日本の会社経営としてもメリットがあります。なら、和歌山方面について。大阪駅まで電車1本で行ける点をセールスポイントとして、南海とか近鉄からお客さんをウェルカムするぞー。並行私鉄との競争で優位に立てるという点ですね。阪和線は南海電鉄と全区間にわたって並行しています。沿線の鉄道利用者を奪い合う関係となっています。大和路線は近鉄と並行しています。同じく奪い合うライバル関係ですね。
大阪駅まで電車1本で行ける快速があることで沿線の人たちは、近鉄だと乗り換え面倒やから JR にしようというようになるみたいです。 JR が狙っている姿かもしれないですね。特急に関しても同じです。関西空港へ行き来する特急はるか号を例にします。終点は京都駅が基本です。よって訪日観光客とかだと、 Which train goes to KyotoJR はるか or 南海ストレインストレイン、京都に行く電車はどっち、はるか号それとも南海の変な電車。そんなシーンがあるのか不明ですが、適当に想像してみました。大阪環状線を経由できることで京都まで電車1本で行けます。これも私鉄との競合という点で有利ですね。ただこんなクエスチョンが出てくるかもしれません。そもそもなんで大阪は環状線線が中心じゃないんだよ。まあ都心が JR 沿線というのは東京くらいと言っても過言ではありません。他の都市を見ますと JR の駅は入り口の受付みたいなポジションです。本当の中心地は地下鉄などで行く感じですね。ただこうも思うかもしれません。じゃあなんで西側にぎわっていないんだよ。これには環状線のヒストリーが影響しているようです。東京の山手線がぐるぐる走るようになったのは大正時代です。つまり戦前というわけです。一方の大阪環状線、今の形になったのは1964年のことです。東海道新幹線と同期というわけですね。割と近年に出来上がった路線と言えます。一方市内では地下鉄ができていきました。ゆえに大阪市内の主役は JR ではなく地下鉄となったと言えますね。環状線が主役ではない、そんな点が背景にあるようです。なお山手線でも別の形で快速の乗り入れがあります。線路を分けて乗り入れています。山手線に並行する線路、東側は上野東京ライン、西側は貨物線があります。貨物線は湘南新宿ライン、埼京線が走っていますね。大阪の場合は上下線それぞれ1本しかありません。ゆえに JR としては単なる伏線だから直通と環状両方シェアするしかないか。線路をシェアしているためより複雑なシステムになっている感じです。ただこんなツッコミがあるかもしれません。いやー、大阪にも貨物線があるだろう。確かに上東貨物線という路線があります。貨物列車専用の線路で最近は大幅にレベルアップしました。大阪東線として人が乗る電車もデビューしましたね。ただ環状線と接しているわけではありません。2023年には大阪駅の地下ホームまで延伸しました。それでも快速の経路変更までには至っていない感じです。とはいえ将来的には変わる可能性があります。なぜかというと、何は筋線ができるぞ。これで西日本バージョン難波大阪ライン開業やな。 JR 東日本であれば難波大阪ラインとか名前をつけますね。大阪駅から地下を通って JR 難波駅まで新しい路線ができます。なにわ筋線という名前になっています。2031年に開業するとか言われていますね。環状線直通電車の一部がなにわ筋線経由になるみたいです。特急はるか号はほぼ確実です。また関空紀州寺快速、大和路線の一部が入るかもしれません。ただ全部は無理との噂があります。理由については、JR と南海でシェアするから本数には限りがあるだろう。なにわ筋線は JR と南海電鉄が共同で電車を走らせます。よって大阪環状線直通列車をすべて切り替えるのは無理そうです。本数の上限は各社毎時6本とかが予想されます。阪和線直通の快速だけでも毎時4本あります。よって環状線を経由する電車は残りそうです。なお山手線といえばこんな問題があったりします。内回り外回りってどっちがどちらかわかんない。ぐるぐる走る性質上、電車が向かう方向がわかりにくい点があります。一方の大阪の場合、さらにレベルが上がります。内回り外回りの問題がもちろんあります。それに加えて乗客目線だと、関空快速って何これ、大阪城公園とか止まるんかな、わかんないとなるみたいです。さらに複雑で分かりにくいと言われています。他にも環状線に乗ったつもりだったが、あれなんか7に来てしまったぞ、おいどうなってるんだよ。
環状運転の電車だと思っていたが、奈良に行ってしまった。そんな出来事もあるようです。まあ、関空紀州路だとさらに複雑ですね。途中で関空と紀州路がセパレートされます。とにかく、非鉄には厳しいハードルのようです。一方、JR 目線でもデメリットがあります。どんな内容かというと、遅れると環状線の他の電車も遅れてしまう。直通運転であるデメリットの典型的なパターンですね。一番遅れやすいのは阪和線ですね。ここで遅れると大阪環状線内でもダイヤの乱れが影響してしまいます。単独路線にする方が安定性では高いですね。まあそんな大阪環状線ですが、皆さんは何かコメントありますか？最後に環状線の東西での需給バランスの違いに着目しました。ウプ主のおっさん、こう言い残しました。西側の区間の需要が小さい点を活用して快速を走らせる。こうすることで需給バランスの問題を環状線だけに丸く収める言うて。